2022年7月27日ザ・ヒーナキャットのプププアップのお時間でございます。ご意見ご感想メッセージ等はひーちゃん .radio@aol.com hichan.radio@aol.com までお待ちしております。今日も素敵なゲストの方に来ていただいております。ハードルを上げていこうかと思っておりますので、最後まで震えてお楽しみくださいませ。こんばんは、今宵も始まりました。ハードルがぶち上がっているゲストの方はこちらでございます。どうぞ。こんにちは。低い低い、テンションが低い低い。上げて上げて。めっちゃハードル高くされてちょっとどうしていいか分かんないよ。まずどなたか言っていただいてもいいですか。失礼いたしました、うん、ドラムやっておりますマリーと申します。イエーイ、マリーちゃんって呼んでいただけるとね嬉しいございます。その私がやっている喋らなければいい女というドラム、はい、あ、なんかおかしいの、ドラムを叩いてくれてて、でその前からずっとやっているねイグジストトレイスというバンドのドラムでもございます。まさかマリーちゃんとこんなに仲良く一緒にバンドができるなんてこれっぽっちも1ミリも思ってなかったんでございますがそれはそれでちょっと悲しいけどでもだって、うん、イグはさ、うん、もうずっとやってきてさ、うん、もうみんな同級生か幼馴染みたいな感じでしょ、うん、そんな人が他のバンドをやるなんて思わないじゃないか。まあ確かにね、だから最初にビクビクしながらサバ定食を食べながらマリーちゃんにバンドをやりませんかって言ったらやるー秒だったよね、うん、秒たやるー軽いよえって言ったもんねそれはやるってことですかみたいなねいいよみたいな感じでね、まさかね。でもやっぱり長く続ければ続けるほどさ、誘ってくれる人も少なくなるしさ、そうそうそう、友達も減っていくしさだからこうやってね、うん、できてよかったなと思っているんでございますが、ありがたいことですよ本当に、ね、やってどうでしたか。いやもうめちゃくちゃ楽しい。お、よかった、うん、なんかさ、うん、やっぱイグは結構動機ガチガチだったりとか、うんうん、そうだね、雰囲気とかその世界観、うんうんうん、すごく大事にしてる。そうだね、なんか喋らなければいい女は、うん、もう自由じゃん。そうそう世界観も何もないみたいな、ないわけじゃないけどね。そうそうそう、うんうん、だから楽曲はもちろんだし、うん、かっこいいし、うんうん、でもなんか MC もすごいもうなんかで、うん、見てたい正直でも完全にさ、あの MC の順番がさ、うん、私が喋って上条ちゃんが喋って、うん、でマリーちゃんに振られるじゃん、うん、そこまで絶対他人事だよねいつもなんかふーんって感じで見てるもんね、うん、見てる、ね、楽しいんだもんでも私が布団が吹っ飛んだっていう MC をした時のマリーちゃんの顔はやばかったよこいつ何言ってんのみたいな。いやだって何言ってんの、布団が吹っ飛んだ時面白くないね本当にみたいな感じの顔をみんなに向けてしてたから、まあそれはそれでありかなと思いながらやっておりました。びっくりしましたよ。これからねマリーちゃんも開花していくって先週ねカミちゃんが言ってたんで言ってましたね、言ってましたんで、びっくりしちゃったそれを楽しみに私も生きていこうかなと、どんどんいじっていこうかなと思っております。そんな感じでね、今喋りすぎちゃうから今日も、今日はマリーちゃんの好きな曲を一曲聴いてもらおうかなと思ってて、はい、曲紹介をお願いしたいと思います。はい、はい、では、なんだっけ何入ってるの、好きなんでしょっていう、そうなんです、うん、シングル2、うん、に入ってる、愛の川っていう曲を聴いてください。どうぞ。
出身のザ・ヒーナキャットと申します。水曜日9時は私と一緒に遊びましょう。ザ・ヒーナキャットのプププププ。あさてさて、先週もカミちゃんに聞いたんですけれども、はいはい、休日の過ごし方を全国の皆様に教えて差し上げようかなと思っているんでございますが、はいはい、うん、そうですね、休日の過ごし方は、うん、ちょっと2パターンありまして、うんうん、結構体を動かすのが好きなので。そうらしいね。そうそうそう、うんうん、ふと思い立った時に、うん、ボルダリングに行ったりとか。すごっ。そうそうそう、あとなんだ、あとなんだ、なんだっけ、なんかあったな。ジムとかは通ってんの？あ、ジム、キックボクシングは。どんだけすごいの、ね、健康そのものだね。ありがとうございます。素晴らしい。けど、うん、もう一パターンが、うん、朝起きてからずっと YouTube だけを見る、うん、どんだけ不健康なの両極端。すごい、ね、じゃ家から出ないんだ出ない、全く出ない、一歩も一歩も。すごい。え、そういう時の、うん、お昼とか夜ご飯はどうするの？自分で作るの？作る作る作る。あ、すごい。マリーちゃんは料理が上手っていう噂を目にしたことがあります。目なの？耳じゃないの？そうそうそう、噂を目にしたことがございまして、トマトの切り方がすごいかっこよかった、うん、ありがとうございます、うん、そのね、うん、作業はねすごくスパスパスパッとできるんだけど、うんうん、そう、この間ね、うん、皆さんにね、ごちそうしたので、ね、そうそうそう、そしたらね、ちょっと久々にやったもんだから、うん、塩が足りないっていう。このね、上条っていう人はね塩分大好き人間だからね。でも食べてたね、そのままね。そう、ありがたい。すんごい美味しかったよ。ありがとう。そうそう、しかもあれさ、夜中の12時過ぎてからのパスタだったからねちょっと躊躇したよね今からパスタはなみたいなさなかなか ねでもしかも10時ぐらいからご飯食べてたから ねこの人たちすごいずっと食ってんじゃんと思ってそして永遠に喋ってんじゃんって思いながらやってました。お、得意料理は？得意料理はね、うん、最近だときんぴらとかよく作る。ごぼうをシャッシャッシャッってシャッシャッシャッって千切りにして。 すごい素晴らしいね。私あれだよ、未だに皮むけないから、うん、包丁でね、リンゴとか、うん、全部皮むき器で皮むいてる。そう、人参とかも怖いじゃん、指切ったら。人参はね、皮むき器がベストよ、うん、あ、そうなんだ、うん、全然、私ほんとね、皮むけないの、うん、じゃがいもとかも苦手。マジか、うん、平気できる。できる、できるけど、うん、もうなんかね、人参とかは特に、うん、もうすでに皮が剥かれてる状態なんだって。え、あれで？実は、へー、そうそう、つるんと、つるんと、だから、うん、そのままも食べれる。へー、あ、でも皮付き結構あるもんね、うんうん、売ってる、皮とかね、うん、そう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 。であとは皮と身の間に栄養があったりするから、うん、あ、ね、それ聞く。そうそうそう、うんうん、基本自分一人で食べるときは、うん、もうそういうのは皮付き。へー、健康そのものじゃんすごい。でも私も最近ちょっとダイエットっていうものにハマってて、うん、いろんな栄養があるものをチェックしていくんだけど、うんうん、でもそれよりすごい知識がある気がする、マリーちゃんは。でもね、うん、自分も一時期ダイエットハマったことあって。そうなの？そう、めちゃくちゃ調べた。でもそんな太ってた時期ないでしょ？あー、たまに太るよ。あ、そうなの？お腹だけについちゃうみたいな感じ？気がつくと、うん、その映像系見た時に、うん、あ、ちょっとぽっちゃりしてるってそうなんだ。でもほんとイフの皆様はさ、うん、なんか全員が全員気を使っている感がすごくて、なんかすごいなと思った。私さ、すごい思い出があるのよ。一回マリーちゃんがさ、ヒーナキャットのドラムを叩いてくれた時あったじゃん。あの時に私そんなダイエットなんか本当ダイエットのだの字も分かんない時で全然もう唐揚げ弁当食いまくるみたいな時だったんだけど、その時になんかメンバーと車でさ、スーパーのご飯を食べてたのよ、合間に。その時にマリーちゃんがちょっと気にしててみたいな感じで、何か本当食べなかったのよ。なんかすごい野菜みたいなのしか食べてなくて、あ、なんかここまでしないと有名にはなれないんだなっていうすごい思った記憶があるの。もうだって10年前ぐらいだよね。ああ、そうだよね。 それぐらいの時で、
だから私は本当痩せるとか太ってるとかの感覚も何もなくて、自由気ままに生きてた時だったから、なんかここまでちゃんとしないと、売れるとかってないんだろうなって思った記憶があるのマジ？そう。でもその時も、バッテラみたいなのを食べてた記憶がある。バッテラさ、あれ サバだよね。そうだから、サバ好きなんだ。サバ好きだね。いまだにもう何でもなんか、ちょっとニャンコが近くにいるんだ、死ぬ間際に何食べたいっていうので、サバ定食っていうもんね。すごい。焼いたのが一番好きなの？塩サバ好き。はあ、すごい。でも一緒に初めて2人でご飯行った時のあそこのサバ定食は美味しかったね。美味しかったよね。青のりみたいなのですね。あ、なんかそうめちゃくちゃ美味しかったんですよ。そうなんですよ、ね、なんかカフェって言ったのにここがいいって動かなかった私。ここは定食屋さんだねと思いながら、ね、お腹空いちゃった、ねね、でもあそこでサバを食べてなかったから、食べてなかったらすぐうんって言わなかったかもしれないね。かもしれない ねサバのおかげだ ねこれはいけるみたいな感じで、ね、なったのかもしれない。すごいいろんな話しちゃったね。濃厚な感じだから。一回 CM 挟もうかな。 OK。 ザ・ヒーナキャットのプププププアップ、こちらの番組は宮田製菓様の提供でお送りさせていただいております。ちょっと小腹が空いた時に一口サイズでとっても食べやすいヤングドーナッツの歌作らせていただきました。その他にも素敵なお菓子たくさんございます。疲れた時にリフレッシュ、会議やパーティーなどにもお使いくださいませ。大好きなお菓子を食べてハッピーになりましょう。それでは後半戦の始まりでございます。これはちょっとしゃべんなさん全員に聞いていこうかと思うんですが、はいはい、レコーディングをちゃんと初めてやったじゃないですか。ですね。どうでしたか？いやー、なんかね、1日で6曲、撮ったね。撮ったじゃない、もう絶対取りこぼしはしちゃいけないし、もうやってやんぞっていう気持ちで、あと目標は1時間1曲っていうね、すごかったよね。割とぴったりいけたんじゃない？そう、しかもちゃんと間にベースも挟みながら ね。そうだよ、すごかったよ。あ、自分でもすげえと思った。だってあれもう終わったのって、え、もうお菓子食べに来たのってっていうのやってたね。そう、まあね、あの時はもう私と上条って人はさ、暇すぎてさ、アプリですごいブサイクになるやつとかで遊んでたからさ。そう、それをね、しゃべんなの LINE に送りつけたりとかしてね。そう、ただ単に邪魔してただけなんだけど頑張ってたマリーちゃんとたっちゃんは。ほんとたっちゃんなんか一切出てこなかったもんね。そうすごいなと思って、でも6曲撮った中で、なんか成長感じましたか、自分の中で？そうだね、なんかまあ、ライブでね、結構やってる曲たちばっかりだったから、すごい、やりやすかったなっていうのもあるんだけど、初のバラードも。そうだね、そうだ1回しか披露してないのにもうレコーディングしてるっていうね、この私たちのペースの速さね。でもあそこでなんかこう喋んなの、ね、全体バンド全体のレベルもガッてまた上がった感じもあるし、そうそう、バラードってさ、どう頑張っても誰が間違えてもバレるじゃん。なんか勢いがある曲だとさ、ちょっとシンバルスカローがさ、ギターがちょっと間違えようがさ、バレないんだけどさ、バラードってピーンって出た瞬間にさ、まあ、私あれ本当反省点があって、MC が楽しすぎてさ、喋りすぎちゃったの、あの初めてバラードやった日に、チューニングというものを忘れてまして2弦が狂いに狂いまくってて、途中ですごい不協和音をね放ってしまったんですよ。で一生懸命チューニング、その神ちゃんがソロ弾いてる間に、バッキング弾かずにチューニングをしてっていうのをやってた。あー、やべえ音出しちゃったよと思って、抑えてるところは本当にそこなのに、もう半音ぐらい下がってて、ピーンっていう一人だけすごい音を出したね、私ごめんなさいと思って。いや、でもギターってさ、そのチューニングをちゃんと合間にやんなきゃいけないからさ、大変だよね。雨の日とか本当ダメだね、湿気があると結構ずれちゃうね。それね、ドラムはライブ前にチューニングして割とずっと平均な感じなの？あ、もう全然そうなんだ。たまに、そのスネアのヘッドを張り替えたりとか、そのタム系ヘッド張り替えた時は、
もう一曲叩いたらだいぶ緩んじゃったりとかするから、そうなんだ、頻繁にチューニングはするんだけど、うん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 、そのさ、ヘッドの張り替えとかはさ、うん、どれぐらいのスパンでやるの？ね、うん、まあ、そのタイミングによるけど、うん、なんかヘッド、あの、だんだん叩いてるとこうヘッドがね、うん、伸びてくるのよ。へー。だから、うん、すげえ張るようになったなって、うん、どんどん引っ張っててね、うんうんうん、張るようになったな、これはちょっともう死んでるなっていう、うんうん、音的にも全然ならない、へー、そうなんだ、響かなかった、へー、だからペンって割れちゃうんだ、あの、なんかやりすぎた人は強く叩くと割れちゃうんだ、あ、全然わかんないんだよね。だギターの弦も毎回変える人もいればさ、うん、なんか錆びるまで変えない人とかもいるしさまあその手汗のね問題とかもあると思うけど、うんうん、私はあんまりギターの弦変えない人だからさ、うんうんうん、なんか4ステージぐらいワンマンやったら変えるような感じだから全然多分やばいと思うんだよね、普通の人からしてみたらそうなんだ。そう、でもドラムって最初さ、お金がかかんないと思ってさ、うん、始めるとさ、全部集めると異常な金額になるみたいな。そうなんだよしかも消耗品がさ1万2万するからね。そうだよね、マジかよと。弦の1000円とかじゃないもんねそうだよね、大変。でも最初からもうドラムをやるつもりだったの？うん、なんそうだね、うん、それはドラムが余ってたとか、ちょっとドラムをやりたくてドラムをやったの？いや、ドラムが叩けて、お、そう、なんか、うん、叩けたから、うん、あのイグジストのナオトに、うん、バンドやる？あ、そうなんだ。そうそうそう、お、やる？あれ、ドラムやるきっかけって何だった？ドラムっていうかその音楽やるきっかけ、うん、ちっちゃい時から？あ、音楽はね、ちっちゃい時からやってて、うんうん、ピアノとか習ってたりとかしてる中で、うん、その中学校の時に、うん、すごいね、音楽に力を入れてる先生がいて、うん、でそこでその音楽の授業で、うん、もういろんな楽器を触らせてもらえるタイミングだった。へー、すごい。そう、いい先生だ。そうなのよ、うん、その時にドラムをやって、うん、ベースもその時また違う曲でやったりとかしてて、でもベースよりドラムの方がなんか褒められたんだよ、他の友達に。すごい、マリちゃんのドラムはすごく聴きやすいし演奏しやすい、あの子のはちょっとなんかっていうすごく比べてるけどうんうんうん、あ、そうなんだ、ありがとうって思った記憶があって、うん、で、そっからなんか気にはなってた。へー、で、だってもうイグしかやってないんだもんね、バンドってね。そうだね、それがすごいよ。まあ私もそうなんだけどさ、ヒーラーしかやってないんだけどなんかそういう人がね、こうやって組み合わさるととんでもないことになるのかなと思ったりはしてるけど、うん、へー、じゃあドラム以外だったらもし、うん、まあ喋んなでドラムが空いてなかったとしたら何をやりたかったですか？なんだろう、ベース？あー、そうなんだ、うん、でも歌もうまいじゃんね、マリーちゃん。あら、ういっす、ね、ありがとうございます。コーラスすごく声が通ってね、ういあと王の時の、うん、うわーいっていうね、どっかに男の人がいるみたいな声が最初聞いた時ほんとびっくりして誰？誰？声出し OK だっけ今日と思ってそれはね、すごいね、びっくりした記憶があるあ、ちょっと調子に乗っちゃってね。いやいや、でもよかったでもあれがあるのとないのだとやっぱり違うよね、うん、やっぱそのそうそう、乗りやすい、お客さんがね、乗りやすいっていうのもあるし、うん、分かりやすいっていうのもあるから、うんうん、すごいいいなと思っております。ありがとうございます。そんな感じです。イエス何喋ろうかな、あとちょっと時間があるんですよね。あ、うん、あ、じゃあ最初にさ、イグの告知しよう。ライブ告知、8月ライブありますか？8月はね、うん、19日、はいはいはい、金曜日に、うん、アンチノックと共催でほうほうほう、あのイベントがございます、うんうんうん、いいですね。ネオジャパニーズヒロインズっていうタイトルで、うんうんうん、ヒューマンズじゃないんだ。ヒューマンズじゃないですヒロインズですうん、うん、そうなんですよ。月に1本ぐらい今イグは、ね、うん、あ、そうだね、1本多くて2本かな、うんうんうん、しゃべんなさんのね、うん、動き方のペースが早すぎるからね。本当にね、まあすごい人が一人いるからさ、ここにね喋ってる人がね本当にそういるからね、すごいよ、ポン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 入れちゃうからね。いや、でもね、うん、それがね、ありがたいなって思ってる。本当？グイグイ行っちゃうからねついてきてって言って行く行く、そうそうそう。でもそこについてくる3人はすごいと思う、本当に。でもたっちゃんなんかさ、うん、文句なんか一切言わないじゃん絶対。あの3人文句言ってるわけじゃないんだけど全然
本当になんかあそうなのやるみたいな感じだから、うん、なんか本当に嫌な時はちゃんと言ってねみんなって思ってる。うん、まあ嫌だって言われてもやろうっていう気持ちで新曲も毎月ね、うん、出してるしすごいんだよ、ね、本当に。でもマジ頭おかしいよ、ね、言った口ドラムが叩けるマリーちゃんもすごいと思うよ。口ドラム、うんうん、うちらが、うん、トコトコトン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 にしてって言ってさえもう一回ってもう一回ってって言いながらさ確かにそうちゃんとやってくれるじゃん、うん、そこトコトンじゃなくてんトコトコにしてって言ってやるからさでだからそれは再現できてて、うん、ちゃんと CD にもなって、うん、いいなと思っております。まだまだ今年が8、9、10、11、12と5ヶ月あって、うん、5曲の新曲ができる予定でございますまたね素敵なドラムをね、はい、叩いていただければなと思っておりますが、はい、なんかさやりたい、うん、やりたい曲っていうかさ、うん、バリーちゃんのルーツっていうかさ、うん、そこら辺はどこら辺なんだろう。 J-POP なのかさ、J ロックなのかさ。あ、ね、音楽は結構こだわりなく聴いてて、なんならアイドルとかめっちゃ聴いてた人だから、そうなんだ。あややとか踊ってた人だからめっちゃホリデーやってたタイプ。めっちゃホリデーやってたからすごいすごいそうなんだ。そうなの。でも私もツタヤのランキングを1から10まで CD 借りてたタイプの人、でちゃんと聴いてって、うん、ってやってた。あんま好きなアーティストはそのアユ、アユは好きだったけど、うんうんうん、これしか聴かないっていうのはなかったかもしれない。同じくだ ね。そう、自分もねあんまりこうこのバンドがこの人が好きっていうのがあんまりなくって、もう本当にテレビから流れてくる音楽。そうだよね、そうだよね。あの頃の音楽番組すごかったもんね。いやすごかった、大好きだった、まあ、だからいろんな引き出しがあるのかもね。マリーちゃんドラムの、そうなのかしら、うん、なんかロックしか弾かないとさ、もうドッパンドロパンドッパンドロパンみたいなんか定番じゃん、うん、みたいなのがあるから、うん、なんかいろんなドラムが叩いてくるなって、うん、ちょっと今すごい上から目線だったね。ありがとうございます。叩いてきてくれるなっていうのを思う、うん、あそうでも、うん、しゃべんなの2人さ、うんうん、こう曲出してくれるときに、うん、ドラムを入れてこないときもあるじゃない、うんうんうん、だそれが逆に、うん、こう好きなドラムというか思いついたドラムを叩かせてもらえるから、うん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 、そう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 、それでなんか自分もねこういろんな幅を、うんうんうん、試してみれるみたいな、うん、そう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 、すごいいいなんか環境をもらってるなっていうのは思います。嬉しい。でも成長するよねそういうところって。するするするよね。だから私もさ自分で作ってる曲ってやっぱ手癖がいっぱいあるからさ、カミ、うん、ちゃんが作ってきたコード進行をさ、うん、覚えるっていうかさ、うんが大変でね、うんうん、まあでも全然いいんだけど、うん、だからそう、あこういう風なところでこういうメロ当てれるんだとかさ、うんうん、すごい思えるから嬉しいし、うんうん、あと人の作ったのに歌詞を当てるのがねとても楽しいんです、うん、あ思い出した歌詞で、うん、今度マリーちゃん歌詞書くんだよね、うん、なんかそういうことになったね。そう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 、頑張るね。だからそういうすごい書きづらい曲作ろうかな。やめろやめろ、トゥル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 みたいな、ラップじゃラップ文字数多いみたいな。ラップは任せるから誰かに。あ私メロ担当だからさ、メロ担当、ヨウみたいなメロ担当で、あマリーちゃんはささやき担当だから。あ、そうだ今思い出した、ね、カモンみたいな嘘で急にカモンベイベイカモンベイベイやばいみたいなの担当だからあそんな感じでもうねお別れのお時間がやってまいりましたんですけど、もうライブ告知をちゃんとしとこうかな。しゃべんなのね、うんうんうん、次のしゃべんなさんは、はい、8月の7日、はい、日曜日にね、はい、昼と夜となっておりまして、はい、この日もね特別なことをねやるんですよね私たちは。8月7日、うん、やるんですよ、ツーマンだから。8月7日あれマリーちゃんはいないのかなあれ8月7日8月7日下北沢レックだよ。スリーマンじゃないの。スリーマンとツーマンだよ。ちょっとこれメモを取り逃してますね。危ない、マリーちゃんいないとこだったよ。危ない、気をつけて。気をつけるわ。先週上条ちゃんが一生懸命宣伝してたんだから。そうだよね、そうよ、失礼いたしました。ね、じゃあもう来週の日曜日ぐらいになるんじゃない、なると思いますんでね、はい、一生懸命練習していきましょう、はい、ね、そうですね、そうですね。というわけでイグジストとレイスも、喋らなければいい女もヒーナキャットもどうぞこれからよろしくお願いいたします。じゃあ最後にさすらいっぽく帰りましょうか。辛いっぽく帰るさらばじゃねー